今日のちょっと質問なんですけど、うん、ちょっとこれそろそろ聞いておきたいなっていうのがあって、はいはい、お前ねそろそろ聞いておきたいの。いやそれはあれでしょ、うん、やっぱりよく俺言うてるやんか、うん、数字を聞いて、うん、まあ宝くじナンバーズとか、うん、あとまあこれ出るだろうっていうパチンコとか、うん、ちょっと俺は趣味に使いたいかなっていうのは。使うって言い方がクソだもん。ペロリン山中の人生はギャンブルだ。幽霊さんに数字を選んでもらって宝くじ買っちゃうぞスペシャル。幽霊さんに数字を選んでもらって宝くじ買っちゃうぞスペシャル。最近事故物件動画のせいで何あんまりこう鳴りを潜めて皆さんには伝わってないかもしれないですけど、山中めちゃめちゃクズですから、ね、おい、あの言い過ぎやん。本当にパチンコしすぎて差し押さえられたことあるようなクズですから。人に言われたくないですよ。これをそれも初めて聞いた人いっぱいいるんやからやめろお前。今多分事故物件シリーズで一番ゾッとしてると思うけど、なんでコンビのお金をこいつに何万か預けてたら、うん、勝手にパチンコに使い込んだりしたことあるようなクズですから。全然こいつ忘れてくれんやろ。コンビのお金さなくなったこと、うん、だって一回こいつあの事故物件シリーズでとんでもないクソみたいな質問考えてましたよ、ね、パチンコの機種の名前を並べて風船を割ってもらって当たるやつを教えてもらうっていう、ね、とんでもない、そんなもんボツだろって言って却下しましたけど、台の写真置いてな。そうクソ野郎だろ本当。いやいやいや、こうやったら当たるんちゃうか、まあ、せっかくやからなんかそういう力を使ってちょっとギャンブルっていうのはみんなが考えることやないか。お前みたいなやつに力を与えたらいけねえってのがよくわかるな。俺それで全然あの風俗とかも行くし、クソ野郎だ本当。まあとんでもないクソ野郎だな。まあおばあちゃんとかに借りてたお金も返すし、うん、別にそのギャンブルでな。まあな、お前なおばあちゃんにな、東京でも頑張れよって5万円もらってな、その5万円を東京来る前の地元のパチンコで全部使い切る。いやあかんってそこ。何個出てくるエピソード。いやだから皆さん今までね自己保険シリーズのせいで成りを潜めて知らなかったと思うことを今一応これが本当なんだっていうのをやっぱさ、まあ、本当のこと伝えたいじゃん、まあ、お前も辛いでしょだって。クズじゃない顔して生きていくの。いや、わけですよ。なぜ俺そこっちのは楽やろ。その方がいいだろう。確かに俺も世の中もお金のことしか見えてないから。だってあのな、このだから最初にタイトル言った人生はギャンブルだシリーズっていうのは、本当だから1年前ぐらいに、こいつが始めたあの、週に1回パチンコを打つっていう動画なんですけど、今日は3000円だけ、今日は2000円だけとか言って、動画始めるんですけど、毎回やるたびに1万とか2万勝手に使い込んでて、ほんと半年か3ヶ月ぐらいの間に20万ぐらい借金してる。で、あの、お金なくて続けらんなくて、あの、終わった企画っていう。そんな手やないか。久々に戻ってきた、その企画が。いや、まあまあまあ、うん、でも、うん、あの、まあ今、事故物件っていう、うん、ちょっとそういうね、あの、幽霊さん僕たちのこと応援してくれてるって言ってくれてるから、うん、じゃあ、だったら、応援し、うん、僕にとっての応援は、やっぱりギャンブルで勝つことなの、ね。お前のクソエピソード聞いて、もしかしたら俺たちじゃなくて俺だけになるかもしれない。なんでやねん、なんか。俺の人生の成功はギャンブルで勝つことやから、うん、からちょっと今回ね、うん、いや、幽霊さん。まあでもこれ結構リクエスト多かったから。だから、ちょっと、幽霊さんに、うん、まあ、数字を選んでもらう。そう、なんで質問するの？いや、だから、幽霊さんの好きな数字を、選んでくださいって言って、それ選んだ数字を、ナンバーズっていう宝くじあるでしょ、うん、あれでちょっと買っちゃおうかな。好きな、そこはお前ちゃんと正直に宝くじ買いたいのでって言った方がいいんじゃないの？何お前宝くじっていう数ワード隠そうとしてんの？欲のためってのを隠してなんか好きな数字だけ選んで、そこはっきり宝くじって言わないけど。お前の癒しさがバレちゃう。癒しさっていうのいや、まあ、いや、だってさ、そういうこと言うと、うん、まあ、俺の欲を出しちゃうとさ、なんか、当たったらもう、当たったら、その分なんかお供えを、ちょっと奮発しようよ。何嫌な顔してるの。何嫌な顔。いやいや。まあ、それはもう、そこはもう、だから、共同作業ということで。まあまあまあ、質問じゃあ、ちょっと、そう、じゃあ、だから、あ、じゃあ、宝くじの質問。いやいや、質問まず、ちょっと、良い。まあ、とりあえずね、まあ、もう、わかった。宝くじで当たる数字を3つ教えてください。もうすげえな。お前のクズエピソードちょっと挟むだけで、あとちょっとで5分じゃん。
5分近く喋ってんよ、お前クズエピソード喋るだけで。今トーク、どんなオープニングだよ。トークのコーナーちゃうね、今は。だから、これ、ね、宝くじでナンバーズってのがあるわけよ。なるほど。で、あの、いろいろナンバーズもいろいろあるんやけど、うん、今回ナンバーズ3を。ちょっと、一番当たりやすいというか、うん、3桁だけ。そうそう。だから、数字を3つ教えてもらうのね。ちょっとルールをね、知らない人がいると思う。そう、ナンバーズって言って、ナンバーズ3、じゃあ3って言って、数字を3つ選ぶわけ。うん、で、ストレート、ボックス、セット、ミニっていう買い方が4種類あるわけ。なるほど。で、ストレートっていうのは、並び順と数字が全く同じ。なるほど。だから選んだ数字が全く同じ。1、2、3っていう順番で買って、そうそう、1、2、3で当たらなきゃいけない。そう。これが一番確率が低いって言われてる。そうそうそう。約1000分の1。見込みの当選金額が9万円って言われてる。なんでそんなとこまで、そんなとこだけ詳しいの漢字書けねえくせに。だから今日で言うと、割れた順番、割れた数字の順番ってこと。それでいく。で、うん、それでいくよ。ボックスっていうのは、順番は違うけど、数字が合ってたら、なるほど。OK。これは1000分の6って言われてる。見込みが約1万5000。で、セットっていうのは、ストレートとボックス両方がいい。両方がいいね。両方に貼れるってことか。そうそう。で、ミニっていうのは、下2桁が合っているかどうか。あ、じゃあ2桁だけ当たってれば。そう。でもこれはね、見込み9000円やから、まあ、いっていいかちょっとわからないけど。でも、これいくらすんの ?1 万。あ、これ1万200円。あ、で、9000なんかできるじゃん。全部、なんだろうね。そんな、30分で解けるわ、みたいな。30分で見せて解けるわ。いやいやいや。まあ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 、ちょっと今回、これで。なるほどね。いや、でもこれ絶対ね、うん、結構みんな賛否は分かると思うけど、なんだかんだ言って絶対気にはなる。そうでしょ。絶対これ気になるから、いつかやらなきゃいけないと思ったから、ね。じゃあもうほんと、勝って当たるまでちょっと今日。今日当たるまでって。とりあえず今日はまあ、だからもう全世、4パターンあるっすよじゃん。全部買うと思う。あ、もちろんもちろん。一回とりあえずまあ、ちょっとでも当たる可能性がある、ね。じゃあちょっと、設定しましょうよ。言いましょうか、はい。ちょっと風船セットする前に、こう、明治時代と昭和の方じゃん。うん。数字をちょっと考えなきゃいけないと思う。なるほどね。この、ちょっと難しい漢字の数字。はいはいはい。ゼロ線のゼロからちょっと、うん、1、2、なるほど、3、まあ4、5、6、7、8、9。これでいいかな？なるほどね。まあこれだったらお互い分かるか。どの時代でも。まあまあ、子供だったらどうなの？一応、あれもか簡単な方も書いとくか。あの、いつものよくある。うん。こうにまあ、書いとこうか。書いとくか。うん。で、それで並べよう。よし。じゃあ、セット行きましょう。さあ、セットしましたよ。何もいつもより楽しそうなんだ。いやいやいや何盛り上がってんだよ。そんなこと言うなと思う。もう欲の塊、もう。欲の塊。呪いをもう恐れぬギャンブル魂みたいな。俺はやったるんやみたいなのが出てるもんだって楽しいんやもん。依存症だもん。依存症。まあまあいいよ。頑張って。だから、あれはね、上からそう、上から1からかな、うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9で一番最後は0で。なるほど。やりましたから。ここ最近で一番多い質問かもな、答えが。さあ、宝くじで当たる数字を教えてくださいってね。ただまあこれ、ん年末にはもっと大きい宝くじいっぱいあるじゃん。あるね。もしこれ当たったりしたら。とんでもない。とんでもない。あの、カリスマのヒカルさんを超える可能性が。初めて YouTube でとんでもない金額当てる可能性がある。これはたぶん、あの、まあ、お前はそんな、うん、まあまあな。とりあえずこれでじゃあ様子見てみるか、いつも通り。ようとしちゃいます。よし、じゃあ行こうか。よし、じゃあいつも通りじゃあこれでちょっと留守にして、様子を見て、はい、で、夜中じゃん、これもう、うん。終わって、お前帰ってくるでしょ。うん、で、帰ってきて、昼間、買いに行って。で、その日、今日の夜、てか、ああ明日の夜だな。オーケーオーケー。明日の夜二人で答え合わせしよう。ああ、いいですよ。うん、それで行きましょう。はい。それではじゃあ、数字がちゃんと割れるかどうか、三つ割れるかどうか。よし。じゃあ、様子見て。お前もじゃあ、あと、昼間買っといてな。オーケーオーケー。で、明日の夜、待ち合わせで。オーケーです。はい。
結果発表、うん、楽しそうだな。いやー、買ってきましたよ、今回。風船どうだったの？風船はですね、今回明治の風船しかちょっと割れなかったんですけど。昭和の方はじゃあ、そう、昭和の方は、そう、割れてくれなかったね。お前の汚い心にやっぱ、付き合いきれねえと思ったから。まるっきりソープもかれた形で。でももう明治の方が、3つ、ちゃんと割ってくれました。お、3つちゃんと選んだ。うん。数字が1と4と5が割れたの。おー。うん、で、順番は、4と5が、ちょっと今回両方同時にパンで割れちゃって、ちょっと4と5の正しい順番っていうのはちょっと出せなかった、ね。またその現象起きたんだよね。そう、出せなかった。でもそこはお前が選ばなきゃいけない。そこでちょっとずれてお前1等逃さない可能性も。まあだから真剣に考えさせていただきました。うん、今回僕は4と5の順番でいきます。4、5。で、最後に言われた1。なるほど。だから、4、5、1のナンバーズ3を買ってきました。なるほど。まあでも順番がずれてても、セットで買ってるから。そうですね。冒頭で説明したように、ストレート、セット、ボックス、ミニ。この4パターンを全部買ってきましたから。もう数字出てるでしょ。そうよ。じゃあちょっと調べて、もらいましょう。じゃあ調べます。僕が、だから改めて言うと、4、5、1ね。そのままの順番でもいいし、同じ数字でもいいし。なるほど。後ろ2つがあってでもいいし。うわぁ。じゃあ、何？うん。じゃあ、一番左から教えてもらえますか。6。あ、でもミニがあるわな。うん、後ろ二つが合ってれば、お金。真ん中。真ん中は ?3。一番最後が5。一個だけだから。5だけか。甘えな、お前、ほんと。くさぁ。もうないおめえがクソだろ。今何言いかけだよ。何やねんみたいな言いかけだろ、お前。いや、ちょっと熱くなっちゃったから。お前がクソ野郎だろ。気持ちが熱くなっちゃったから。お前みたいなやつがパチンコ屋で台殴って連れていかれるんだから。いや、ニュースでよく見るけど。うわぁ。じゃあ何の数字やったんや、これは。何にも関係、ただ遊んだだけの可能性。うわぁ、もう遊ばれた。全然。でもお前言ってたじゃん。何？年末競馬もある。いや、まだ。有馬記念があるみたいなやつ。俺は諦めへんで。ああ、まあ、そうだな。バチをも恐れぬギャンブル魂。ギャンブル依存症だからな。いや、だって抜け出せものはもう付き合っていくしかないんやから、そういう、ね、なんかそういう気持ちとは。最低、お前から離れていくかもしれないから、逆に。なんだこのクズってきてな。いやいや、くっそー。おめえがクソだろ。ちょっとまたやりたくなってきたけど、まぁ、あ、ちょっと今日は終わってしまったな。でも一桁はあってたな。まあまあまあ、やっぱり、幽霊さんも難しいか。4、5、1。4、5の1だから、もしかしたら、この4と5が一緒に割れた時、もしかしたら他の数字を選ぼうとしたのかもしれないしな。あー、なるほどなー。悔しいなぁ。ただただお前の欲望のためだけにやったらかな。いやいや、まあ、一応ね、検証してみないといけないんじゃなかったの、ね、いつかはやりたかったことやから、これはね。まあまあ、依存症の人でね、そうやって言い訳するからな、ね。必ず言い訳で終わろうとするからな。いやいや、ちょっと今回は失敗に終わりましたね。じゃあもしかして次は。年末の競馬行きますか。まあ、クソ野郎だろう。まあまあまあ、でもしかしたら当たるかも。一個かすってたからな。そうやね。だから、ちょっと次はその昭和さんもちょっと力発揮してもらいたいね。違う、お前のそんなもんに付き合わねえだろ。お前の、だってお供えしようって言い出してるのも俺だから。いやー。というわけで、まあ、検証としては何もなく、まあ、一個当たったということで、3個のうち一個当たったということで、はい。じゃあ次は、山中競馬に行くと。もうこの辺でね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
どうなるかわからんだけ。わかんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は見つかないって言われてしまえるぞ。もう人生の集大成する。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいい。何よ俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。